こんにちは、かいこーちです。今日はですね、ドローンの空撮に関する、雑談をしようかなと思ってます。はい、最近ですね、よく空撮することが多くなってきたんですけど、前からね、してますけど、去年は酒匂川花火大会を小田原の広報校長課と一緒に空撮したり、その時はドローン4機持って行って、すごいね、派手な映像と撮れたんですけど、今年もですね、たくさん空撮やりましたね。いろんなイベント撮らせてもらったりとか、地域のイベントから結構話題になるようなイベントから、撮らせてもらったりしてるんですけど、最近はですね、結構スピーディーな撮影も増えてきて、例えば岡山国際サーキットに行って、スーパー GT の300と500クラスを空撮するっていうね、それはインスパイアとマビック2プロとレースドローンを持って空撮したんですけど、結構スピーディーなね、空撮をやったりしてます。あとは最近も、花火を撮りに行ったりね、こんな感じで花火を撮りに行ったりしてですね、これは最近ちょっとお仕事でお世話になってる清木場俊介さんのイベントで撮らせてもらったね、やつなんですけど、こういうような結構激しく動いて空撮するようなね、この花火もそうなんですけど、それからもう本当にごく最近だと、平塚のリバーポートマリーナというね、ボートとかジェットとかがね、あるところで、相模川をバーッと走るボートとジェットを空撮してきました。その映像をね、冒頭で見てもらった映像なんですけど、こういうね、スピーディーな撮影をすることが多くなってきましたね。はい。で、僕がドローン導入する方、初めてやりたいとかね、ドローンに興味を持って何買ったらいいですかって聞かれるときには、ほぼほぼ必ず答えてるのが、マビックエアーなんですけど、最近一番使ってるのはですね、はい、これです。マビック2プロ、これをめちゃくちゃメインで使ってます。でも、導入として一番おすすめなのはマビックエアーなのは変わりません。その理由は後でご説明しようかと思うんですけど、最近これを使ってるのにはいろいろ理由があるので、それもね、説明していこうかなと思います。まずマビックエアーがなんでおすすめなのかをちょっとね、さらっとおさらいしておきたいんですけど、もう本当に今でもおすすめです。もう最初買うならマビックエアーがいいよって言ってるのは、とにかく携帯性がいい、430g と軽いです。このマビック2プロは 907g、 倍違いますね、倍以上重いので、あとは大きいです。結局持っていくときはですね、このプロポと予備のバッテリーなんかを持っていくことがあると思うんで、結構重くなります。はい、かさばります。だからちょっとお出かけにとか、さっと持っていこうっていうよりかは、ちょっとね、気合い入れて持っていかなきゃいけないっていう感じはあるので、それでも 907g なんてかなりね、携帯性はいいんですが、マビックエアは 430g でかなりコンパクトだし、予備のバッテリーとプロポをね、入れても、送信機を入れても、1キロ前後ぐらいかなっていう感じなんで、携帯性がかなりいいっていうのと、解像度で言うと、このマビック2プロもマビックエアも 4K30 コマまで撮れるんで、画質としてはね、かなりいいです。マビックエアも。はい。細かいところはあるんですけど、おすすめしてる理由は、携帯性がいい、撮れる絵が綺麗、価格も倍ぐらい違うんで、マビックエアは10万ちょっと、11万しないぐらい。このマビック2プロは20万弱なので、倍まではいかないけど、それぐらいの価格差があるっていうことですね。これよりかは、買いやすいと思います。なので、マビックエアをね、これからドローンやろうかなっていう方にはおすすめしてるんですけど、はい、そういう理由です。で、僕が最近マビック2プロをね、よく使ってる理由っていうのは、もちろんちょっとしたね、もう趣味のお出かけの時はマビックエアでもいいんですけど、結構こいつはね、仕事で使うこともあって、そのリバーポートマリーナもそうだし、岡山国際サーキットにも実際持って行って、インスパイアとかのが早いけど、もちろんレースドローンとかのが早いんだけど、マビック2プロでもかなりね、いい絵が撮れたので、こいつ結構使えるなって感じですね。はい。エアーとの比較で言うと、センサーも違いがあったり、センサーっていうのはカメラのセンサー、これは1インチセンサーですね。高級コンパクトデジタルカメラって言われてるソニーの RX100 シリーズとか、キヤノンの G7X シリーズとか、そういった高級コンデジに搭載されている大きめのセンサーを積んでいたり、マビックエアーは 2.3 分の1型 CMOS センサーといって、一般的にスマートフォンに搭載されている小さなセンサーが積んであります。それでも十分綺麗なんですけどね、1インチセンサーの方が光をたくさん取り込めるし、綺麗ではあると、そういう違いもあるんですけど、あとね、運動性能的には最高スピードで言うとマビックエアーが 68.4 キロ、70キロギリ出ないぐらいで、マビック2プロは72キロなんですよ。その差 3.6 キロで、そんなにないですよね。そんなにないです。スポーツモードといって一番速く飛ばせるモードだと 3.6 キロの差ですね、スペック上では。ただですね、こ
ここで大きな違いがあって、撮影するときにスポーツモードで撮る、要は被写体が高速に動くとか、ドローンを高速に飛行させて撮影するときにはですね、スポーツモードを使ってやるんですけど、その時のジンバル可動域にかなり違いがあります。 Mavic 2 Pro だとですね、傾けてもジンバルの可動域が、はい、ここまであります。だから旋回するときに機体が傾きますよね。でもここまで傾いてもカメラは平行を保てると。ここがね、大きな違いなんです。 Mavic Air はこんなに傾けられないので、スポーツモードで使った時にはほぼ思いっきり傾けるとカメラまで傾いてしまいます。なんでスポーツモードで水平を保つ撮影っていうのがなかなか Mavic Air では厳しいんですね。結構スピードはね速いんですけど、 Mavic 2 Pro はその辺でかなり優位性があるなと思います。 Mavic 2 Pro を飛ばしていてスポーツモードでビュンビュン飛ばしてもガクってなることは僕は経験したことがないので、すごくねその辺は運動性能、カメラの安定性で言うとかなり優秀です。でも Mavic Air でそんなにスポーツモードで被写体を追わなきゃいけないような撮影ってね、そんなにないと思うんですよ。そういう考え方だと、まあ、ポジショニングモードって言って、通常の飛行モードだとカメラがこう傾くこともありませんし、 Mavic Air でほとんどのシチュエーションではこと足りると思うんですよ。はい、運動性能とかカメラの安定性で言ってもよっぽど速い被写体を追うスポーツモードで撮りたいとかっていう需要がなければ Mavic Air でこと足りるはずです。はい、あとはまあちょっとね Mavic 2 Pro と Mavic Air の差の話ばっかになっちゃってますけど、センサーの大きさが違うんで、もちろんね綺麗に Mavic 2 Pro の方が撮れます。それはもう間違いないですね。最大ビットレートは 100Mbps と同じなんですけど、まあ、センサーサイズが違うってことで、もう明らかに Mavic 2 の方が綺麗ではあるんですが、ただ Mavic Air もめちゃくちゃ綺麗なので、そこはもう間違いないとは思うんですけど、例えばこの Mavic 2 Pro にはですね D ログ撮影といってログ撮影、後から色を調整したり明暗差が激しいところで白飛び黒つぶれのしにくい映像を出力できたりっていう、まあ、後からかなりいじったり編集したりする作り込んだ映像を作る人にはすごく利点の多い形式でも収録することができます。まあ、Mavic Air 使ってる方でそこまでやりたいっていう方もいると思うんですけど、そういう方はもう素直に Mavic 2 Pro とかもっと上位機種を買って作り込む映像のための素材っていうのを撮ったらいいと思うんですけど、 Mavic Air をお手軽に持って行って空撮してスマートフォンからシェアしたいとか、そういったニーズ、撮ってそのまま軽く編集して出したいとかっていうニーズにはもう十分応えられるので、 Mavic Air でもいいのかなっていう感じですね。はい、こんなところでしょうかね。 Mavic Air を勧めてるっていうのは変わらないんですけど、最近使ってるのはこの Mavic 2 Pro です。カメラの安定性がとにかくいいし、後からの色調整ができるっていうことでですね、じゃあですね、これで最近撮ってきた平塚リバポートマリーナの動画をねご覧いただきたいんですけど、 GoPro の映像なんかも絡めて簡単に編集してみたんで見ていただきたいんですけど、リバポートマリーナの動画こんな感じです。
はい、いかがでしたでしょうか。これはですね、この Mavic 2 Pro と GoPro Hero 7を使って撮影したんですけど、結構スピーディーな空撮、あとコントロールが必要な撮影でしたね。はい、最近こういうのを多くやらせてもらってます。これからはあのレースドローンなんかも使って、レースドローンはね150キロ出ますから、水平は常に保てるわけじゃないけど、本当に FPV のね映像で、それこそこれからね GoPro Hero 8も出ますし、ハイパースムース 2.0 も使えるし、 GoPro とレースドローンを組み合わせた超高速な、まあ、風景でもいいしモータースポーツでもいいし、そういうのをね撮っていきたいなとは思ってるんですけど、まあ岡山の国際サーキットも今ご覧いただいたジェットとボートの疾走感のある空撮っていうのもこの Mavic 2でやりました。はい、これは本当にね使えますよ。はい、でまあ空撮するときにはそういった速い車体を追うときにはスポーツモードっていうのを使うんですけど、スポーツモード使うときにはセンサーが効かなくなるんで結構怖いですよね。で最近ちょこちょこ聞いていただけるようになったのが、どういうことを意識して、まあ、練習してますかとか飛ばしてますかっていうのをまあちょっとちょこちょこ聞かれるようになったんで、ここでちょっとシェアしたいと思うんですけど、基本的に飛ばすときはですね、やっぱりすごく怖いんですよ。センサーも効いてても怖いんですけど、とにかく飛ばすときはですね、機体はもう見ませんね。 98% ぐらいは見ません。プロポに繋いだスマホでモニターしている、要は鳥の目ですよね、ドローンの目、カメラで映している、それをストリーミングしたプロポの映像、それしか見てないんですね。そうするとまあ自分の体と違って、この画面だけだとカメラの視点でしかないので、横を向くことも上下確認したり後方確認することもできないので、ビュンビュン飛ばしてると結構怖いじゃないですか。それで僕がやっているのはですね、それがなるべく怖くないように、一応そういう飛行させて、落としたことは一度もまだないんですけど、どういうことを意識しているのかちょっとシェアしておきたいと思うんですが、まずですね、飛ばす前にその飛ぶエリアをですね、予備飛行でリサーチします。それはドローンを飛ばして、どこにどんなものが、どんな高さの障害物があるかとか、スマホのモニターには左下にマップも出てるので、まあタップすれば全画面でマップも見れるんですけど、このマップ的にどこに危ないのがあるとか、どの高さでここに行くと危険かとかっていうのをまず最初にリサーチして、それを頭でこの立体のマップにして、実際に飛ばしてるドローンの映像と、あとは左下に見えるマップとリンクさせて、その立体の地図を、それでカメラで見る視点からここはどの辺だなとか、マップでこの辺を飛んでるなとか、これ以上左に行っちゃいけないなとか、後ろに行っちゃいけないなとか、この上は通っちゃいけないなとかっていうのを、あとはその高さも見ながら考えながら飛ばしてますね。はい、結局ドローン見るとカメラでどんな風に撮れてるのか、被写体がどんな風に映ってるのかっていうのを追えないので、特に高速で追っかけてるようなシーンではなんかちゃんと撮れないので、もう撮るときはカメラのストリーミング映像に集中しながら、あとはマップとかその立体を意識しながらリンクさせて飛ばしてます。はい、これも結構怖いんですけど、まあそういう風に怖がりながら飛ばしてますね。で、皆さんこの動画をご覧になってる方は、ドローン大好きな方もすごく上手い方もたくさんいらっしゃると思うんで、よかったらどういう風に飛ばしてるのかとかっていうのをコメントで教えていただけると、あとは皆さんにシェアしていただけると嬉しいので、ぜひぜひコメントください。はい、僕はこんな風に飛ばしてます。僕は最近ね、ドローン空撮とかもやらせてもらってるんですけど、YouTube の動画の配信のなんかこう、アドバイス的なことさせてもらったりとか、YouTube チャンネルの運営自体をこう、代行させてもらったりっていうようなこともたくさんやらせてもらってて、例えばハーレー・ダビッドソンとかもそうなんですけど、メーカーとか企業とか販売店の動画配信の、まあ、コンサルというかアドバイスというか、そういったものとチャンネル自体の運営の代行とかね、そういうのもちょっとやらせてもらってて、平塚リバーポートマリーナも今度僕の方がチャンネルをちょっとこういろいろ撮影して編集して、まあ企画からやってとか運営代行みたいなのをやらせてもらうので、この間ねちょっと打ち合わせに行った時に、もうね打ち合わせに行って、じゃあちょっと飛ばしましょうかって言われた時にも、まあこれ持ってくだけなんで、インスパイアとか持ってくと大変だし、まあちょっとファントムとかも大きいので、本当にこのね Mavic 2はめちゃくちゃ仕事で使うにもバランスがいいと思ってます。携帯性がいいし、パッと持って行って
ってさっと飛ばしてっていう用途にもすごくいいです。それでもすごく使える絵が撮れるので気に入って使ってますね。よかったらリバーポートマリーナのチャンネルのリンク下に貼っておきますんで、あとは最後の終了画面にチャンネル登録のあのアイコンもちょっと出しておくんで、ジェットとかねボートとかそういうの気になる方、まあ平塚とか湘南に住んでてそういうの興味あるっていう方はちょっとチェックしてみてください。あとはまあどんなねチャンネル運営しているのかなとか気になる方もまあぜひぜひチェックしてみてください。それで言うと僕ちょっとね話逸れちゃうんですけど、バイクのチャンネルね、サブチャンネルもあるんですよ。元ブログチャンネルを持ってるんで、バイク興味ある方はそれ もう貼っとくんでちょっとチェックしてみてください。僕はねもともとね YouTube やるきっかけになったのはまあ配信したかったからなんですけど、何配信しようかなってネタを探してた時に身近にあった大好きな SR をネタにして動画配信しようと思って、最初はね元ブログっていうのを撮ってたんですよ。ここに GoPro つけて喋りながらツーリングするっていうね、あとは壊れた SR を修理レストアする動画なんかを作ってて、だからね最初初期の頃に登録してもらってた人はバイク系 YouTuber だと思ってくれてる方が多いと思うんですけど、まあ、最近はね大好きなガジェットとかドローンとかそういったものが多くなってきて、でもうチャンネルを分けたんですよね。でサブチャンネルで河合浩二の元ブログっていうのをチャンネルがあるんで、まあもしバイクとかねそういう、まあ、他のチャンネルも興味あるって方は登録してみてください。はいちょっとそれましたけど、今日はこのドローンの話なんで戻りますが、 あと高速で移動するような被写体を追う空撮をするときにまあ設定している項目とかね、そういうカメラの設定的な話もねちょっとしておきたいんですけど、基本的に日中撮影するときにはまずね F 値をかなり絞ります。 F 値っていうのはまあ僕の動画見ていただいてる方は多分カメラのことも詳しい方多いんじゃないかなと思うんですけど、F 値っていうのはカメラのまあ動向みたいなもんで、 F 値 2.8 のカメラがこの Mavic 2 Pro にはついてるんですけど、開放で F 値 2.8 2.8 っていうのは動向が一番開いた状態ですね。光をたくさん取り込める設定です。だから夜とか暗いところで撮影するときには F 値を下げて光をたくさん取り込みたいんですね。で僕が普段日中撮影してるときは Mavic 2 Pro は11まで絞れます。11まで絞るっていうのはその動向がキュッと絞られた状態で入ってくる光の量を少なくすることができます。はい。なんでそんなことをするのかとか、そうするとどうなるのかっていうのはですね、光の量がまず少なくする、シャッタースピードを落とすとかね、そういう効果があるんですけど、その F 値を下げることで被写界深度といって、ピントが合う範囲が変わります。開放の 2.8 だと例えばこうやって手を出した時に今手にピントが合っていますが、僕の顔がねぼやけてると思うんですよ。つまりこの手のところにしかピントが合ってない状態が被写界深度が浅い状態です。今撮っているカメラも F 値を絞れば手だけではなく手にもピントが合っていて顔の方にも割とピントが合うみたいなね、その状態が、被写界深度が深くなる、ピントが合う範囲が深くなるっていうね状態なんですね。で僕が日中 F 値を絞ってるのは要はそのピンボケした映像にならないために F11 まで絞ってます。いくらね綺麗に飛んでも捉えたい被写体がピンボケしていたら結構ねきついというか使えないので、それをなるべく避けるために F11 まで絞ってます。でシャッタースピードで言うとまあだいたいその30コマ60コマで撮るときは60分の1ぐらいでシャッタースピード設定したいんですね。シャッタースピードが日中で F 値あんまり絞らないと4000分の1とか8000分の1とかすぐなっちゃうんですよ。カンカン照りの時はね、8000分の1っていうとどんなに激しく動いてもほとんど撮ってる映像の1枚1枚はブレない。そうすると 30fps ね、1秒間30コマの映像だと激しく動くと結構パラパラになっちゃうんですよね。それを避けるためにシャッタースピードをある程度落としたいです。はい。なのでやっぱり日中カンカン照りの時に使う場合はこういった ND フィルターをね使ってます。だいたい16とか32とか使ってシャッタースピードを下げて、かつ F 値を上げる、 F 値を絞るですね、絞って撮影してます。そうするとピンボケするリスクを下げられるし、シャッタースピードを落として滑らかな映像を撮れますね。ちなみにリバーポートマリーナを空撮してきた時の設定は F11 で ND フィルターを使わずにフル HD 60個まで撮りました。 60fps だと、まあ、1秒間に60枚の静止画の連続なんですけど、60枚のせ
一枚一枚の静止画がブレていなくても結構滑らかに見れるんですよね。だから60個まで撮るときは ND フィルター使わなかったりもします。それは簡易的に撮影するときにはそういう風にやったりすることもあります。でも基本的にはシャッタースピードやっぱり抑えてパーッとパンしたときとか動きが激しいときには一枚一枚の静止画が適切にブレてた方が連続のその動画になったときには滑らかな映像になるので、それは必要かなと思いますね。日中のあの撮影だと大体こんな感じで撮ってますね。これがまたあの花火空撮とかになると設定がまた全然変わってくるんで、それはそれでね、もし、チャンスがあったら、動画作ろうかなとも思いますけど、まああんまりカメラの専門的なね、話してもあれかなって思うんで、まあこれぐらいにしときたいと思いますけど、はい、こんな感じです。DJI のドローンはね、本当に高機能でね、あの、ファントム4 Pro もね、かなりいいドローンですよね。ファントム4 Pro はね、ほんと神機だと思うんですよ。飛行距離でこそ、マビック2 Pro にかないませんけど、スペック上ではね。ファントム4 Pro が 3.5 キロ、マビック2 Pro は 8000 メーター、8キロなんで、まあそこはね、新しい方にその優位性があるっていうのはもう間違いないんですけど、解像度で言うと、マビック2 Pro が 4K 30コマまで、ファントム4 Pro が 4K 60コマまで、4K の60コマ撮れるっていうのはかなりでかいですね。でかつ、ログ撮影はどちらもできますし、センサーのサイズも1インチと一緒ですね。で、最高速度も72キロで一緒なんですよ。で、飛行時間はファントム4が約30分で、マビック2 Pro が31分なので、まあそこもほぼほぼ変わんなくて、4K60 コマ撮れるっていうのはすごくね、グッドなんですけど、携帯性で言えばマビック2 Pro の方がまあいいと。折りたためるし 907g。ファントム4 Pro は 1388g なんで、まあ結構重くて箱も大きくなってしまう。そういう違いはあるんですけど、まあさっと持っていくにはね、マビック2 Pro いいかなっていう感じですね。あとね、ファントム4とその違いで言うと、センサーのね、数が違うっていうのはありますね。マビック2 Pro には前後、上下、左右っていうね、全方位のセンサーがあるので、これはかなり安心な要素ではあるんですけど、ファントム4 Pro は前後、それから左右と上はなくて下ですね。だからマビックエアと一緒です。前後、下っていうね、3つのセンサーがあるっていうことで、センサーの方は全然違うんで、その辺もやっぱりまあ新しいマビック2の方が優秀ではあるんですけど、ファントム4 Pro もかなり優秀ですね。今あのファントム4を公式のサイトでクリックすると、マビック2 Pro の方を勧められますね。はい。はい。やっぱりファントム4 Pro のサイトを見ると、マビック2 Pro をおすすめされますね。公式のサイトではやっぱり在庫切れでもう多分生産されてないんだと思います。はい、すごい名機だったんですけどね。これから多分マビック2シリーズ、マビックシリーズも 4K60 コマとか撮れるようになって、ファントムシリーズからこのマビックシリーズに、まあ、移行していくんだなっていう、移行もされたんだなっていう感はありますけど、はい、いいドローンだったと思います。まだまだ現役で使えるドローンだと思いますし、いいドローンなんですけど、最近ねマビック2プロよく使ってるんですよ。でこれね、かなりまあその辺のカメラスペックとか、最高速度とか飛行時間は同じなんですけど、まあ、センサーも違いますし、それから、アクティブトラック 2.0 がついていたり、インテリジェンスフライトモードがかなり優秀になってますね。その辺の内容って全然動画で紹介してないんで、もし要望があれば動画作っていこうかなと思いますし、ちょっと自分でも考えてみて、あ、これのハウツーとか、このやり方とか、まあ、初心者でもわかるようなハウツーっていうのをあんまり難しいことはできないと思うんで、そういう情報をシェアしていこうかなと思ってます。例えばまあアクティブトラックもそうだし、まあクイックショットをちょっと やりましたっけね。あとハイパーラプスとか、それから A パスとか、ポイントオブインタレストとか、プログラミングして飛行できるような飛行機能っていうのもあるし、それを使った面白い撮影っていうのも実は技術としてテクニックとしてあるので、そういうのも紹介していけたらなと思ってます。はい。なのでこんな動画見たいよっていうのがあったらですね、まあ、全部に答えられるかわかんないんですけど、ぜひコメント欄で教えてくださいっていう感じで、今日はですね、最近まあお気に入りで使ってるこの Mavic 2 Pro でスポーツモードで速い車体を追うような撮影がたくさんあったんで、まあそれのやり方とかをシェアしてみました。またこういうね、ドローンの雑談みたいなのもちょっと撮っていきたいんですけど、何か興味があるトピックがあればコメントで言ってください。まあ、全部に答えられるかわかんないんですけど、こういう動画気になるとか、こういうハウツーはないですかとか、僕の方でも考えて、ドローンを使ったハウツーとか、こんな風に使うと面白いよとか、そういう情報をシェアしていけたらいいなと思いますので、今後ともぜひぜひ、チャンネル登録して見ていただけると嬉しいです。あと、この動画が役に立ったらぜひ、グッドボタンお願いします。あと、チャンネル登録
録もお願いします。それから LINE、Twitter、Instagram もやってますんで、説明欄からフォローしてもらえると嬉しいです。いやー、最近ね、まあ GoPro とかで盛り上がってますけど、 DJI もね、オズモアクション出したり、まあその前にオズモポケットとかね出して、高性能な手持ちのカメラとかすごい出してますけど、この Mavic 2 Pro 以降ね、まあいろいろなんかエンタープライズとかそういう緊急用のやつとかはね、エマージェンシー系のやつは出してますけど、全く新しいモデルのドローンがね久しく出てないんで、そろそろね出んじゃないかなとちょっと期待してるんで、新しいドローンも楽しみですね。はい、そんな情報も分かったらいろいろシェアしていこうと思います。はい、よかったら今後とも見てください。さよなら。